迷惑をかけてしまうかもしれないという心配もありますし。どうですか、藤さん。頭はいい子ですよ。まあ、それはあの話してる感じ、それは感じるので、なかなかね、うちもまだね、警察に確信をつかまれてないってとこだったりとか、本当にこう始まったばかりの新しい仕事で、こう、まあ、バーンさんは僕が一番信頼していろいろあの他にも話してないことを話してはいる中だと僕は思ってますけど、そうですね、難しいな。まあ、だから例えば試しに花摘みのバイトで雇ってみるとかどうです？それは全然助かるところですね。